皆さんこんにちは。 MBA インターン生のツータです。ゲームメーカースタジオ、略して GMS の使い方を紹介していく動画第7回はスプライトを使いこなそうというテーマでやっていきたいと思います。まず記事の方ではまだ読んでない方がほとんどだと思うんですが、スプライトをあらかじめ割り当てていないオブジェクトにプログラム中でスプライトを変更する処理を入れて、インスタンス、ゲーム中で動作しているインスタンスのスプライトを動的に切り替えようというようなことをやっています。ちょっとこう言うと難しく聞こえるかもしれないんですけれど、要はゲーム中で例えばアクションゲームを作った時にキャラクターが歩いている時は歩いている動きの見た目に、ジャンプしている時はジャンプしているポーズの見た目に変えるというようなことは当然あると思うんですが、それをやってみようというような内容になっています。今言ったような 2D アクションのキャラのポーズとかというのは実際にプログラムの中ではスプライトを切り替えるということで再現できるんですけれども、他にもイベント、すでにやりましたね、イベントや条件はによってタイミングを調節してあげれば、例えばキャラクターが攻撃するときはこのスプライトに切り替える、キャラクターがやられたっちゃったときはこのスプライトに切り替えるというような風にしていくことで、ゲーム中の動きと見た目が噛み合ったものを作ることができるようになります。 GMS にはスプライトをコマ送りというかアニメーションにして、アニメをスプライトをアニメにして再生するというような機能もあるので、そういうのも組み合わせていろいろ見た目の凝ったゲームを作ってみようというふうに挑戦してみてもいいんじゃないでしょうか。ここまで聞いていただきありがとうございました。次回もお楽しみに。この動画が気に入った方はチャンネル登録といいねの方もぜひお願いします。